ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード、CBR1100XX スーパーブラックバード、CBR1100WX スーパーブラックバードは、ホンダ技研工業が製造していた4ストローク、排気量 1137cc の大型自動二輪車で、ある。ライダーの間では、SBB、黒鳥、ブラバと呼ばれることが多い。 ホンダ研工業が1996年に CBR 旋回からのフルモデルチェンジで登場。CBR シリーズにおけるフラッグシップとして扱われた。その際、世界最速時速 3530km の航空機であるアメリカ空軍の偵察機 SR-71 の愛称であるブラックバードにちなみ、それを超えるという意味で、 スーパーブラックバードというペットネームが与えられた。そのため、プロモーションビデオでは、SR-71 を模した飛行機のモックアップが出演している。コンセプトとしては、お金備えた世界最高性能の量産市販車ということであった。二軸バランサーを採用した、新設計の 1137cc 水冷直列、4気筒エンジンは、 当時世界最高の 164PES を達成。開発当時のライバルであった、川崎の ZZR1100 よりも高速性能に優れたが、最高速度は実測で、時速 300km にわずかに満たなかった。発売当時、世界最速の量産市販車の名を欲しいままにしていたが、1999年に鈴木から、 GSX1300R はやぶさが登場し、続いて2000年には川崎から忍者 ZX-12R の登場によって世界最速のを譲ることとなる。2001年のオートバイの最高速度の上限を時速 300km とする自主規制が始まったこともあり、2007年の生産終了まで大きなモデルチェンジも行われず、 ハイスピードツアラーとしての性格が強まっていった。また、次世代の燃料燃費向上技術である VCM ベリアブルシリンダーマネージメント気筒休止システムの開発車両として使われており、雑誌媒体ではインプレッションも公開された。ホンダの技術者として数々の名車を生み出してきた山中沙央が最後に開発したオートバイであり、これまでのすべてを継ぎ込んだ集大成であり、 最も楽しいバイクと語っている。空力を徹底的に追求したフルカウルボディに上下2段のヘッドライトを採用。DCBS と呼ばれる前後連動ブレーキを標準装備。1998年にはレッドの色調が明るくなり、寒冷地におけるオーバークールを防ぐため、ラジエーターのバイパスが追加された。1998年モデルまではキャブレター仕様であり、 CBR1100XX の中で唯一、チョークがついているモデルとして、シーズの中で唯一、時速 303km をほぼフルノーマル、オートバイ専門誌、ヤングマシンの企画にて、タイヤのみ交換で達成している。ちなみに、アメリカのスポーツライダーという雑誌では、完全ストック状態で、時速時速 287.3km を叩き出した。 最高速度域はほぼ変わらないものの、二代目以降のインジェクションモデルよりも加速力、レスポンスが鋭い。初代ブラックバードは、キャブレター仕様の市販オートバイとしては、加速や最高速がも速いモデルである。また、低速ギアにおいて、約 6000rpm から一気にレッドゾーンまで吹け上がると同時に、加速力もさらにいます。ファイ化された二代目以降にもこの特性は、 受け継がが、れているがキャブレター仕様のような急激ななななレススポンスではは、く、乗り味は非常にに滑らかになっている。なお、初代には、ダイレクトエアインテーク、いわゆるラムエアシステムは付いていない。しばしば間違われるが、ヘッドライト下にある金網の付いた、吸気口は、オイルクーラーに走行風を送るものある。ラジエーターの後ろにオイルクーラーが付いており、そのままでは、 オイルクーラーに冷風が当たらないため、このように空気の流入炉を設けてある、発売当時のヤングマシンより、ちなみに、1998年のモテギ7時間耐久レースでは、丸山博士が代表を務めるチーム、ウィズ m e が、ライトチューンされた初代、CBR1100XX で、レーサーレプリカや、スーパースポーツなどを狩る競合を仕切り、予選5位、 結晶のないという大検討を果たした。なお、全参加マシン中、最高速度が最も優れていたのもこのマシンであった。1999年に登場。最大の変更点は旧機にダイレクトエアインテークと、フューエルインジェクションが採用されて、チョークレバーが廃止になったほか、イモビライザーの HISS が採用された。また、電動ブレーキの特性も見直された。 燃料タンクの容量が2リットル増え24リットルとなったが、キャブレターモデルよりも人燃費は悪くなった。また、1998年モデルまで不具合が多発したレギュレータも熱対策された。エンジン特性も見直され、どこからでもスムーズに加速する、どの回転数でもパワーバンド、モーターのようなフーリングなどと評され、人気を博した。ラムエアが導入されたことにより、 オイルクーラーはヘッドライト下からラジエーター上に変更された。またエキゾーストマニホールドの材質が鉄からステンレスになり、取り回しも1番と4番、2番と3番が連結した4から2から1から2と変更された。合わせてラジエーターや冷却ファンの形状も変更された。1998年モデルまでは水温計の針が中央位置を超えると冷却ファンが 海洋になっていたが、1999年モデル以降は、針が上まで上がらないと、ファンが回らなくなったため、渋滞には弱くなってしまった。そのためスイッチをつけて強制的にファンを回すように、改造しているオーナーも見受けられる。外見上の違いは、ラムエア吸入口がメッシュからスリットになったこと、エキゾーストマニホールドやスクリーンのカラーリングが変更、フロントブレーキローターや、 ジェネレータカバー、クラッチカバーが金色になったこと、ホーネット250と共通だったテールランプが縦2段のタイプに変更されたことで判断できる。2001年に登場。ヨーロッパでの自動車排出ガス規制に合わせて排気ガス浄化装置が追加され、最高出力が 152PS にデチューンされたほか、デジタル式のスピードメーターを新採用。 スクリーンのサイズも 30mm 高くなり、ツアラー向きの性格になった。また、この年から2003年まで国内販売が行われた。国内使用モデルでは自主規制に対応するため、時速 180km のスピードリミッターが装着され、最高出力は 100PS、最大トルクは 10.0kgm に抑えられている。その他、 ハザードランプが追加された。GPS を用いた車両位置追跡サービスを展開するセコムと連携し、GPS 発信機や充電器の取り付けスペースが確保された、ここセコムホンダ推奨車種としている。ヤングマシン、オートバイ等の雑誌媒体では、新型モデルの推測も出ていたが、現状モデルのまま販売されていた。2006年に開始された、 欧州の自動車排気ガス規制の対応者ではなかったが、2007年に入ってからは、継続車種も開始され、当車種も規制車両となったが、特別に1年間限定の特例措置で販売されているが、2008年からのエウロ3義務化や、日本などの各国の新排出ガス規制に生産終了が決まった。生誕10周年と生産終了を記念して、限定数百台で、 初期型のカラーリングを再現したファイナルエディションが発売されている。開発人はあらゆるオートバイを凌駕した最も偉大で最も魅力的なナンバーワンマシンを目指すべく開発当初のキャッチフレーズをザグレーテストスーパースポーツとしていた。車体設計や操作性、快適性からスタイリングに至るまで開発人が総力を挙げて作り上げたオートバイであった。しかし、 ホンダ社内では世界最速ということだけが一人歩きしてしまっていた。世界最速はあくまでも CBR1100XX の一要素と考えていた。開発人はキャッチフレーズを最高性能バイクとしたが、社内では世界最速というインパクトが強すぎてあまり効果はなかった。そのため蒸気コンセプトのようなフューチャー10を前面に押し出して、 このオートバイの良さをアピールしたというエピソードが残っている。このエンジンを積んだケーターハムスーパーセブンも存在している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。